就活面接で気をつけるべきこと3選。めちゃくちゃ緊張しますからね。あれだだちゃーとかね、もう喋れないですから、ちゃんと練習した方がいいです。向こうはね、百戦錬磨のね方々ですから、もうめちゃくちゃ印象悪いです。はい、皆さんどうもこんにちは、これが知事番号です。さあ今日のテーマはですね、就活面接で気をつけるべきこと3選。こちらをねちょっとねお話しようというふうに思いますけども、この前ね会計士のね論文試験の合格発表がありましたと。で、合格された皆様本当にねおめでとうございますというわけですね。これから何が待ってるかというとですね、もう合格したらもうすぐね就活が始まると思います。監査法人のね、まあ、就職活動とかねもうね始められてるというふうに思います。で、これからね面接ラッシュがね始まると思います。で、やっぱりね面接ってね、まあやったことない人はね大変かというふうに思いますけどね、やっぱり面接って本当に緊張したりね、まあやり方とかね分かんなかったりとかね、本当よくあると思うんですよ。で、結構ね失敗しがちな人ねいらっしゃるというふうに思いますね。で、どういうことに気をつけた方がいいのかということね、ちょっとね私の経験からねお話しようかなというふうに思います。まあね、これを見て皆さんね本当ねもう陰キャだらけのね、本当人と喋るのが苦手っていうね、何も喋れないっていうね方がねたくさんいらっしゃるというふうに思いますね。まあ私もね昔そんな感じでしたけどね、そんな方々に向けてですねちょっとね役立つ情報を皆さんねお届けしようかなというふうに思います。では早速ね、まず一つ目参りましょう。まず一つ目何かというとですね、本命の会社ほど後ろに持っていく。まあこちらなわけですね。まあこれどういうことかというとですね、まああれってもね、一番最初に本命の企業ね、持ってきた方が本気度が伝わっていいんじゃないかとかね、そういうふうなことあるじゃないですか。これ、ね、私もね、そう思ってたんですよね。ところがどっこですね、ほんとね、面接したことない方ね、ほんとね、わかんないというふうに思いますけどね、人生でもう初めて1回目のね、面接ってめちゃくちゃ緊張しますよね。もう予想のね、100倍くらい緊張しますよね。だからね、めちゃくちゃ緊張してですね、受け答えがね、全然できないっていうね、そういう体験をすると思います、皆さん。自分は大丈夫って思ってるでしょ？多分ね、絶対無理ですから。やっぱりね、面接のコツって何かというと、離れすることなんですね、本当に。なんかね、面接の場所ってね、独特の空気があってですね、絶対ね、緊張しますと。で、緊張せずに話せるようになるために、本当にね、場数踏むっていうね、それがもう一番のね、薬なわけですよ。特効薬なわけです。初めのね、1回、2回、3回目ぐらいですかね。3回ぐらいだとね、まあ、慣れてくると思いますけどね。3回ぐらいは本当に緊張してね、なかなかね、喋れないというふうに思います。で、1回目ね、受け終わって、ね、いろいろね、反省があってとかね、もうそういうのを繰り返していってね、4回目ぐらいかね、まあ、とにね、まあ、ちゃんとした受け答えとかね、まあ、そういうふうなことができると思います。なのでですね、まあ、本命の企業はね、ちょっと後ろの方のね、面接日程を入れておいてね、まあ、申し訳ないけどね、まあ、そうでもないような企業を、まあ、練習台に使うっていうことはあるかもしれないですけど、まあ、練習としてね、まあ、1社、2社、3社とかね、そういうふうに入れておいてですね、まあ、面接の練習するみたいなね、そういうふうにしておいた方がですね、本命の企業のところで、まあ、うまくね、喋ることができて、まあ、自分をアピールすることができるってね、そういうことになりますんで、まあ本命の企業ほどちょっとね、後ろに持っていこうというふうな感じですね。まあでもね、本命の企業ってね、まあ実際にね、面接してみてね、まあ変わってくるかもしれませんからね。やっぱりね、最初に内定もらった会社に対してね、ちょっとね、惚れ込んじゃうみたいなね、そんなこともあります。一目惚れみたいなね、そういうこと、形もありますからね。まあ一社目受けてみて、もうしどろもどろだったけど、まあ通してくれてね、まあすごい感謝してると。で、まあ本命企業でね、受けてみて、なんかね、面接官がすげえ嫌なやつだったみたいなね、めちゃくちゃ圧迫面接してくるし、なんか嫌なこと聞いてくるなんてね、そういう印象良くない会社ってやっぱ良くないんですよ。入ってもね、ちょっとつまんない方しますからね。実はね、本命の方がちょっと面白くなくて、まあ、1社目受けたね、会社の方が、まあ、すごい好印象だったらね、まあ、1社目の方行けばいいし、まあ、そういうような選択もできますけどね、やっぱり、面接は離れなわけなんで、本命の企業はね、後ろの方に置いておきましょう。まあ、どれくらい緊張するかというとですね、本当ね、よろしくお願いいたしますとね、ありがとうございましたってね、マジで言えないですよね。緊張してね、よろしくお願いしますとかね、もうありがとうございましたとかね、もうそんな形になりますから。で、最初ね、よろしくお願いいたしますってね、言うと思いますけど、ここで絶対つまずくんですよ。で、そうなるとね、もう後がね、もう、あ、自分緊張してるんだってね、分かっちゃってね、もう後だからもうずっとパニックになるんですよ。私もそうでした、本当に。今日どうもよろしくお願いしますとか言ってね、本当めちゃくちゃね、何言ってんだろうみたいな、もう恥ずかしくね、本当、まあ、そんな形になりますね。パニックにならないようにしましょうね。はい、じゃあ二つ目何かというとですね、事前準備はしっかりしておく。まあこれね、当然のことだと思いますけどね、こっからですね、もうアドリブでね答えようなんてね、言語道断ですね。面接でその慣れてる方とかね、もう喋りがめちゃくちゃ上手い方とかね、まあそういう方はね別にいいんですけども、やっぱりね、そんなにね人生経験ない方っていうのは喋りが達者っていうことね、あんまりないというふうに思います。完璧に答えれるとかね、そういうことないと思います。まあなのでですね、もう本当に丸暗記するぐらいでもいいかもしれません。もう事前にね、もう何聞かれても大丈夫なようにですね、もう自分なりのもう台本を作っておきましょう。もうこれ聞かれたらもうこう答えるみたいなことをね、もう完璧に覚えておきましょう。面接ね、まあ、先ほど言った通りめちゃくちゃ緊張しますからね。緊張すると全部飛ぶんですよ。だからね、1回目受けた会社とかね、本当にもうほぼ覚えてないですからね。だからね、うろ覚えで行くんじゃなくて、もう完璧に覚えていってね、面接受けるわけです。会計試験みたいなね、もう難しい試験取った方ならね、もうそんなね、台本覚えることぐらいね、もう朝飯前だというふうに思います。完璧に覚えていきましょう。で、何を聞かれるかっていうことなんですけど、監査法人の面接はですね、まあ、そんなね、まあ、突拍子もないことは聞かれないです。例えばね、まあ、Google の試験みたいなね、もう日本にはね、何本電信柱があるでしょうみたいなね、まあ、そんなね、まあ、ひねった問題
とかね、そんなん出ないです。就活対策本みたいなね、もうスタンダードのね、質問を聞かれますと。まあ、最初ね、まあ、自己紹介から始めて、自己紹介ね、最長で3分ぐらいですかね。3分ぐらいしてくださいとかね。あるいはね、今までこう、大変だったことは何ですかとか。で、それに対してどういうふうに克服しましたかとか。で、今まで一番頑張ったことは何ですかとか。自分の強みは何ですかとか。最近気になったニュースは何ですかとかね。まあ、ほんと定番なことしか聞かれないんで、まあ、これらをね、ちゃんと押さえていってですね、自分の分析をして台本を作って喋りましょうっていうね、そんな話です。で、離れするためにもですね、ある程度ちょっとね、友達とか使ってですね、まあ、面接の練習とかね、しといた方がいいかもしれませんね。まあ、本当にね、本番になったら喋るというふうに思ってる方ね、結構いらっしゃるかもしれませんけどね、喋れないですから、ちゃんと練習した方がいいです。で、一番ね、おすすめの練習方法があるんですよ。それ何かというとですね、まあ、こんな形でですね、ちゃんと台本を用意しておいてですね、その台本をちゃんと喋るかっていうのをですね、こういうふうにカメラで撮っておいてですね、それをもう一回見てですね、自分で見て復習するっていうね、自分の喋ってる姿で見るって本当にめちゃくちゃ恥ずかしいんですけど、それやらないとですね、何がカメラなのかとかね、客観的に見れないですから、自分の姿をカメラに撮って、それで復習するみたいな、そんな形が結構ね、おすすめなんで、ちょっとね、やってみてほしいなというふうに思います。あとね、フリートーク力をね、磨くっていうね、テクニックもあってですね、これ何かというと、本当にもうこういう YouTube ですよ。カメラの前ですね、台本なしで、こう10分間喋るっていうね、そういう風なね、訓練した方がね、結構めちゃくちゃね、トーク力磨かれると思うんです。本当にこれね、3分も持たないと思います、皆さん。こうやって本当に、ね、やってほしいです。一人でね、バーっとこう喋ってですね、台本なしでバーバーバーっと喋ったらね、10分でね、喋れないですよ。私もね、こう最初10分喋れなかったんですよ。まあ、だけどね、まあ、今はね、こうバーっと普通にね、喋ることができてますけど、10分喋ると無理です。で、例えばね、まあ、自己紹介3分とかね、ありますけどね、3分でめちゃくちゃ長いですからね、3分で本当用意してないと喋れないと思うんです。だからね、何も用意せずに、こう自己紹介3分お願いしますって言ってね、もう30秒ぐらいしか多分ね、喋れないと思うんですよ。だからね、あれもうまだ30秒しか経ってないよとかね、言われますから。だからね、3分喋れるようにするっていうね、そういう練習もね、結構おすすめなんで、ちょっとね、これを見てコミュ障のね、人と喋るのが苦手っていうね、そういう陰気な方々はね、もう僕ら陰気なコミュ障ね、そんな30度をね、背負った方々、皆さんね、こういう練習をしてください。私もね、この練習をすることによってね、割と喋るようになりましたんでね、ぜひともこれね、おすすめです。はい、というわけでね、最後、三つ目何かというとですね、嘘をつかないこと。まあ、これに限りますね、本当に。結構ね、嘘をついちゃうんですよ、面接だと。焦ってね、まあ、私やったことありますよ、みたいなね。あ、そんなの余裕でできます、みたいなね。結構ね、焦って言っちゃうんですけど、そんなんね、めちゃくちゃバレてますからね。向こうはね、百戦錬磨のね、方々ですから、もう社会人何年もね、経験されてるような方々ですから、まあ、そんな方々に対してね、嘘を言ったら絶対バレます。ちょっとした嘘でもね、バレますからね。120% ぐらいでね、ちょっと盛るぐらいだったらいいんですけどね。もう完璧な嘘とかね、そういうのはダメです。特にね、私もね、こういうね、あんま嫌いなんですけどね、知ったかぶりしてね、ちょっと偉そうな、なんかね、知識をひけらかすみたいなね、そういうことするとね、ほんと一番嫌われますからね。まあ、例えばね、私もちょっと経験あったんですけどね、面接の時にですね、まあ、集団面接だったんですね。まあ、そこでですね、気になるニュースは何ですかと、面接官がね、そういう話を振ったんですね。で、まあ、順々にね、こう、横からね、答えていくわけですけど、やっぱりね、こう、なんか、難しいね、ニュースとかをピックアップしてですね、知識をね、ひけらかすんだわけですね。確かね、私の時代だとね、もうリーマンショックがどの頃みたいなね、難しいような話をね、こういうふうに思いましたみたいなね、なんか多分ね、覚えてきたんでしょうね。そういう話をしてですね、めちゃくちゃね、突っ込まれてたんですね。これどうも、これどうもってね。でもしどろもどろだけどね、嘘ついてね、私それは知ってます、共感しますみたいなこと言ってるけど、深いところまでいけずに、ね、浅い感じでね、終わっちゃってましたけど、やっぱりね、そういうね、嘘ってね、バレるわけですよ。そういうね、嘘バレるとどうなることか、もうね、めちゃくちゃ印象悪いです。こいつはね、仕事でもこういう風に嘘つくんだみたいなね、まあ、そういう風に見なされますから。私もね、そう思いますよ。あ、こいつ嘘ついとるなと。嘘つくやつはちょっとね、嫌だなとね。嫌でしょ。まあ、友達もね、そんなね、嘘つくやつね、一緒にいたくないでしょ。まあ、それと同じなわけですよ。まあ、これからね、仲間になるやつですが、仲間になるやつがもう嘘ついたら嫌でしょ。だからね、正直に答えましょう。なんかね、よくわからんこと言われたらね、ちょっとよくわかりませんとかね、ちょっと聞こえなかったですかね、ちょっと考える時間もらっていいですかとかね、そういう風にね、ちゃんと正直に喋るっていうことね、一番重要ですから。これね、社会人になってもそうですね。結構ね、私もね、社会人になった後ですね、知ったかぶれしがちなんですね。でこれ本当に良くないです。本当にわかんないものわかんないと正直に言って、じゃあどうしていくかっていうね、そういうような話をした方がまあ建設的なんで、これもちょっとね、注意して嘘をつかないことと、ちょっとやってもらったらという風に思います。まあ、ちなみにね、私もう10年ぐらい経ってますよね。10年経ったらね、もう息を吐くようにね、もう嘘をつけます。まあ、私ね、自分の彼女はね、芸能人とかね、私の地元はね、一夫多妻制の国なんだとかね、実は私の兄貴は学徒なんだとかね、まあ、全部本当ですよ。全部本当なんですけど、まあね、そんな感じでね、生きるんで、まあそういうのね、まあスキルを磨きながらね、やっていきましょうというような話ですよ。まあ最初のうちは、もう正直にいた方が、まあ好印象ですというような話です。はい、というわけでね、以上3つ喋ってまいりましたね。ちょっとね、もう本当に基礎中の基礎ですけどね、まあこんな感じで、ね、面接対策っていうね、参考にしてもらって、ぜひね、本命の企業は後ろにしてですね、面接を離れをしておくと、で、ちゃんとね、事前の準備をして、面接対策をしておくと、で、最後、嘘つかない、もう正直にね、面接するというようなことにちょっとね、気をつけて、皆さんね、やってほしいなというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。